なんで消すんだよ。なんだ、起きていたのか。見りゃわかるだろ。どう見てもゲームをやりすぎてうたた寝してるように見えたがな。てめえ喧嘩売ってんのか。お前それマスターマスターマスター。誰がお前なんかに。てめえがバカって言ったかバカって。ああ言ったらどうした。よし今日こそ決着つけて望むところだ。上等だチビザル。そういえば黒と私たちと同じ高校に編入してくるんだってね。うん、そう聞いてる。千四郎さんはどうするの？大学に戻って絵を続けてみようかなって。じゃあ今度見せてくれる？千四郎さんの絵。あ、喜んで。塔子ちゃん。ん？つくも。これあげるから塔子ちゃんのことは諦めて。え？ちょっとつくも何言ってんの？けど塔子ちゃん。お前はまた当然のように人のベッドに。ゲームやるなら自分の部屋でやれよ。ああ、アイス食ってる。俺にもくれ。俺がつくもにもらったんだぞ。一口でいいから一口で。子供か。ほら。うまい。そういえばお前バスケ部から対抗試合の助っ人頼まれたんだって。うん。ああ、おい、あ、一口って言ってなかったか。あ、気づいた？いいよ、全部やる。マジか。正直まだちょっと怖えんだよ。え？前ほどは神の声の能力にびくつかなくなったんだぜ。でもまだ完全にコントロールできる自信がね。ホツマン、関わらなきゃ他人を傷つけることもねえかなって。もし修正がいなかったら俺って一生一人ぼっちだったかもな。お前がいてくれて本当によかった。ありがとな修正。この傷もずっと罪の意識ばっかりだったけど、お前が俺を命がけで守ってくれた証なんだよな。そう考えるとちょっと自慢にも思えたりして。そうか。けど、そこまで吹っ切られると逆に複雑だな。一応痛かったし、夏にタンクトップも着れないし。いや、修正、ちょっと違う。自慢とかじゃなくて、お前が大事って、そういうことが言いたいんで、決して忘れたとかそういうんじゃなくて、責任は取る。何を言い出すかと思えばそれかよ。シューズ。お前簡単に引っかかりすぎだって。てめえ。ああ、許さねえ。アイス。嫌です。なぜ逃げる？これを飲めばお前も力を手に入れられるんだぞ。力って何なんですか？名付けて神の舌。あ、それって。全ての食べ物がうまく感じる力だ。いや平和だね。あれ総帥、今日はどうしたん？いや、いすずに定期検診に来いと言われたんだけどね。ユキも一緒に受ける予定だったんだが出直すか。ユキさんでしたらルカ様とご一緒に森へ行かれましたよ。あ、ごめん、外に出るの久しぶりだから。ルカ、僕あの戦いの中で思ったことがあるんだ。いつか僕がルカやみんなを守れるようになりたい。大切だからこそいつか自分の力でって。ルカ？今再び誓う。我が命を盾とし御身を守る剣となり、この身滅ぶまで我が主に絶対の一つだけ約束してくれる。全てが終わって何もかも終わらせることができたら必ずここへ帰ってくるって。ルカも幸せになることを諦めないで。ユキちゃん、帰ろう、ルカ。ああ。不安や悲しみ、そして痛みさえ、みんなで一緒に歩いていく道ならいつか